5月31日午後3時になりました。今回で3回目となりますこのアミナップチャンネルは、北海道札幌市にありますアミナップ科学本社からお届けしていきます。この番組ではアミナップ科学の製品に関わる最新の論文情報、学会情報、そして統合医療の話題も交えまして、 HCC 研究会会員の皆様を中心にお届けしていきます。番組の進行いたします、谷口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして一緒に番組を進めていただくコメンテーターの先生をご紹介いたします。帝京大学名誉教授の山崎雅俊先生です。山崎先生、よろしくお願いいたします。山崎です、よろしくお願いいたします、はい、今日も緊張しておりますので先生、でも前回から2回目のご登場ということで、はい、2ヶ月前ですから、随分北海道暖かくなったんじゃないですか。そうですね、前回来た時は桜はまだですし、雪が残ってて、今はとてももう緑が綺麗ないい季節になったと思います。そうですね、今日はまた本当に札幌天気がいいんです。そして、この放送はエコハウス島からお届けしているんですけども、一つ皆様にご紹介していないものがありました。私たちの目の前にありますこちら、北海道の美唄市出身でも世界的にも大変有名な彫刻家、安田寛さんの作品なんです。こちらはですね、維新記という作品なんですけども、先生どうですか。そうですね、この質量感というか、はい、また緩やかなこの曲線、こういうアートがまあとっても素敵で、まあ、この空間と非常にマッチして、まあ、アート空間というか、とてもいい雰囲気を醸し出していると思います。そうですよね、こう思わず触りたくなってしまうような滑らかさですよね。またこれいい具合に反射してくれてまして、ちょっと私たちを美しく映してくれてるんじゃないかなって思うんですけどもさあ、こんな素敵な空間からお届けしていきます、ね、そしてツイッターやフェイスブックで皆様からのコメントもお待ちしております。質問などありましたら随時お答えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではアミナップチャンネルスタートです。では早速ですけども、今回のゲストをご紹介したいと思います。江別市にあります北海道情報大学医療情報学科教授の西平淳先生です。西平先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、先生、アミナップとのお付き合いというのは長いんですか。そうですね、まあ、今年で、まあ、5、6年になるかと思いますけども、短い期間でありますけれども、その中ではですね、かなりもう濃厚な付き合いをしておりますので、特にこれから紹介いたします、はい、オリゴノールとかですね、そういう中では非常に、一緒に仕事させていただいております。そうですか、はい、先生はですね、大学の地元でもある江別市で、はいはい、全国的にも大変珍しい取り組みをされているというふうに伺っているんですけども。そうですね、江別市はですね、まあ、これも後で紹介いたしますけども、国際フードトックということで、はい、札幌江別市がですね、今回指定されましたので、その中で、まあ、食の臨床試験ということで、はい、地域を挙げたですね、取り組みで、いわゆる食の機能性を評価する、そういう取り組み、今従事しております。地域を挙げた取り組み、はい、じゃあ地域一丸となってこう取り組むようなものなんですか。そうですね、通常は臨床試験というのはですね、いわゆるその、SMO とかですね、 CRO、 ちょっと難しい言葉なんですけども、はい、こういういわゆるその専門の業者さんに頼んでですね、はい、評価をしていただくんでありますけども、まあ、江別市は市全体でですね、特に自治会等の協力を得まして、市民のボランティアの方からですね、こういう取り組みを積極的に参加していただいているということで、非常に後でもまたじっくり紹介いたしますけれども、非常にユニークな取り組みをしているところでございます。そういった研究にですね、山崎先生、その地元の方々たちがこう関わって研究をされていくという、そういう研究はどうですか。はい、まあ、農作物の分野では地産地消なんて言葉がありますけども、はい、まあ、こういう健康分野でもですね、地域の良さ、そういうものを地域の方々に還元して広めていくっていう大変素晴らしい
試みだと思います。そうですよね、うん、じゃあその研究の方ですね、詳しくお聞きしていきたいと思うんですけども、基盤となっているものがそのなんかバイオ S というものですね、はい、この取り組みはですね、はい、ちょっとフリップで簡単にご紹介いたしますけれども、はい、こちらに、ございます。ちょっと簡単にですねご紹介いたしますけれども、はい、北海道のですね食材を生かして、これを、まあ、いわゆるその先ほど申し上げました機能性の部分をですね科学的に証明するということでございまして、これは札幌江別エリアと函館エリアですね、十勝エリア3つの地区を中心になりまして、この中で文部科学省のですねイノベーション戦略プログラムというのがございます。これは、まあ、いわゆる先ほど出ました札幌バイオクラスターバイオ S というものなんですけども、これは文部科学省の事業でありますけれども、これに江別市がですね積極的に参加していただきまして、将来的にはそのグローバルフードバレーということで、北海道にはですね世界的ないわゆる食に根ざした地域づくりをしようという、そういう取り組みになっております。へえ、こう北海道の特性を生かした事業というふうに言えますよね。そうですね、先ほど山崎先生のからもございましたけれども、地産地消といいますかね、北海道にはやはりそのこの地域に特徴のある食材が多くございますので、そういう特徴を生かして、まあ、住民の健康にフィードバックしていくということで、まあ、健康、それにひいてはですねこれがいわゆる地域の経済活動にもですね、結びついていくという、そういう取り組みになっています。もう少し詳しくお聞きしたいと思うんですけども、その中でもその江別モデルというんですか、はい、その江別で行っているものがあるそうですね。そうですね、これもバイオ S のですね一つの大きな取り組みでございまして、特に私の関わっておりますのがですねあります、バイオ S の中のですね、共通基盤事業というのがあります。はい、ちょっと立てましょうね、はい、共通基盤事業でございまして、この中で、先ほどの、人の食材の臨床試験というのがありまして、こちらの方がですね人介入試験という、ちょっとまあ聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、人介入試験とかあります。これは通常は例えば細胞とかですね、あるいはその動物を使った実験でありますけれども、まあ、今回本当に人に効くの有効性があるかどうかという、そういう試験になっております。これが一つ大きな一つですね、はい、あともう一つは個人情報の管理、これはもう非常に、個人いわゆる健康情報というのはですね個人にとって非常に大事なデータになってまいりますので、これも しっかりとセキュリティを守った形で管理する、あともう一つは人材育成ですね、この3つの大きなミッションがあります、まあ、これが一つ江別モデルと言われるものなんですね、はい、この中でですね特に言いますのが、ここにありますけれども、食素材のですね高付加価値化と地域の健康づくりということで、これも繰り返しになりますけれども、食材がですねいわゆる北海道はいわゆるその一次産品をですねそのまま道外に送るという、まあ、付加価値のですねつかないような、いわゆる、農業形態といいますかねありますけれども、これに北海道の中で、付加価値をつけて、これを道外に、まあ、いわゆる外国でもいいんですけども輸出をするとかですね、そういうものを作ろうという、これが一つの大きな流れなんですね、はい、その中でこの高付加価値化ということで、まあ、機能性といいますけども、先ほど言いましたようにこれを、人のですねデータを使ってこれだけ健康にいいんですよというですねこういうものを評価していこうという、これが一つの大きな仕組みになっております。現在は江別市にですね1200人から1300人規模のボランティアさんがおりまして、そういう方たちに今の試験に参加していただいているという、そういう状況です。はい、実際にはどういう形で試験というのが行われていくんでしょうか。そうですね、試験はですねこれもちょっとフリップでご紹介いたしますけれども、これは、はい、まあ、臨床試験ということで、まあ、先ほどは人介入試験ということでお話ししましたけれども、臨床試験という、まあ、これは通常の、いわゆる薬の治験と呼ばれる、それと同じような流れでありまして、いろんな準備ですね、事前準備があります。この中には試験の計画、これプロトコールと言いますけれども、こういうものを作ってですねそれで実際の試験実施に入っていくと、これはこの中に先ほど言いましたボランティアの方たちが参加していただいて、
いわゆる機能性の食品を食べていただいてですね、本当に効果があるのかどうかという、そういうチェックをするということになります。その後そのデータをきちっとデータを解析して報告をすると、最終的には論文ですとか学会発表に結びつけていくという、こういう流れになっております。あ、ね、ちゃんとしたこう手順を踏んで実験研究をされているということなんですね。そうですね、これがいわゆる科学的なエビデンスということで、はい、まあ、これをもって、我々の中でのいわゆる付加価値、高付加価値化をつけてですね、まあ、これを、まあ、いろんな方に、飲んだり食べたりしていただいて健康になっていただこうという、こういう取り組みなんです。1200人とおっしゃいましたっけ、はい、ボランティアさんの、その1200人の方々のご協力を得るというのは大変なことですね。そうですね、これも後でご紹介いたしますけども、これは我々のいわゆる努力だけではなかなか難しいんですけども、はい、まあ、エベチスさんがですね、これはまあフードトックのこともありまして、笑い の取り組みに対しまして非常に協力していただいているということがありますので、まあ、町全体として、笑いの取り組みに理解をしていただいているということで、まあ、1200人というですね、数が集まっておりますけれども、まあ、今年度からは2000人、まあ、大体3000人ぐらいを目指しているところなんです。あ、まだまだ増えるんですね、はい、すごいですね。実際にちょっとその、はい、研究を行っている場面の、ね、そうですね、お写真を用意していただいてますので、はい、ちょっとご覧いただきたいと思います。これもやはり、臨床試験ということですので、実際にこれはもう皆さん病院に行かれてですね、それと同じような仕組みになっておりまして、問診から始まりまして、まあ、健康チェックということで、まあ、これ理学的所見という言い方をしますけれども、しっかりと健康チェックして、その後にですね、例えば、まあ、食品のですね、効果をいろいろ検討するわけですけれども、ここに挙げてありますのは、例えば脂肪肝とかですね、いわゆるこれは肝臓に脂肪がいっぱい溜まってしまうという、うん、まあ、いわゆる肥満、糖尿病と関係してくる状態でありますけれども、そういう状態に、素材が効くかどうか、有効があるか、うん、有効性があるかというね、こういうチェックと、あと血管のチェックですね、動脈硬化、こういうことをまあチェックしているところがございます。はい、これは本当に江別ならではの取り組みなんでしょうね。はい、そうですね、江別ということで、まあ、これも先ほどから触れてますけども、江別のですね、方たちがもう、これにつきまして非常に協力していただいていることで、はい、まあ、これは通常はですね、ここにありますその食品のですね、会社と企業さんと我々に、大学に設けられております健康情報科学研究センターというのがあります。まあ、こういう関係で始まったわけでありますけれども、エベチスさんの協力を得まして、まあ自治会との連携、これが始まりまして、この自治会との連携がですね、さらに広がりまして、今いろんな市民活動団体とですね、大きな広がりになっておりまして、まあ、こういう形でエベチス市全体で我々の食の臨床試験のシステムを、まあ、支えていただいているという、まあ、そういうことなんですね。まあ、そういうことで、まあ、ボランティアの方が1200人、1300人とどんどん増えているような状況なんです。へ、ね、こちらのね、今のこの解説もすごく分かりやすい図ですけども、ね、もっと詳しくした分かりやすいフリップも用意していただいているということなんですよね。はい、もう一つですね、はい、こちらの方ですね、これはまあ全体の笑いの大きな仕組みですけれども、中心になりますのが北海道情報大学の健康情報科学研究センター、まあ、このセンターは、当初触れていただきました札幌バイオエスの事業で立ち上がったものがあります。はい、この事業にはバイオエスとさらに江別市、こういう形のいわゆる行政とですね、はい、が関わるような形でサポートしていただけるということで、最終的な目的は科学的なエビデンスに基づく機能性食品の開発ということで、うん、まあ、実際にはですね、これはまあ、予防医療に結びつくような有用性の食品、あるいは高齢者食ですね、こういうもの、うん、あとは病気を持っている方、糖尿病とかですね、肥満、そういう方たちに関する食品の開発を行っていくということで、うん、この取り組みには、市の保健センターの保健師さんとかですね、あるいは病院の管理栄養士さん、こういう方たちが関わっているということで、まあ、市民の方たちもいろんな形で、管理栄養士会とかですね、消費者協会、いろんな方たちが協力していただいています。これが全体の江別モデル の姿であります。はあ、こういう取り組みをすぐ近くの町でされているなんて全然知りませんでした。山崎先生、ここまで伺ってみてお感想いかがですか。そうですね、北海道は食の宝庫ですから、
その特性を生かして、まあ、たくさんの方に参加いただいて、まあ、健康産業に役立てていくっていうのは非常に大切ですし、とても期待すべき重要なことだと思っています。そうですよね。全国的にはこういった取り組みは珍しいんでしょうか、先生。珍しいと思いますね。特に、まあ、西平先生だからできるっていうところもあると思うんですが、まあ、地域に貢献するような形でこういう産業、健康産業をやっていくっていうのは非常にユニークな重要な取り組みだと思います。そうですよね。もう少しちょっと広くして、海外を含めると世界的にはどうなんですか、こういう。いや、そうですね、私も特に詳しいわけではございませんけども、まあ、去年から今年にかけてですね、カナダ、アメリカ、まあ、米国ですね、それとフランス、ニュージーランドですね、あと韓国、中国、いろんなところを視察してまいりましたけれども、まあ、各国でですね、この人を使った人介入試験、臨床試験というのは行われておりますけれども、はい、まあ、こういう規模でですね、いわゆる行政と一緒になって町全体でこういう、取り組みを行っているとおそらく世界にもここだけではないかというふうに考えております。へー、すごい。なんかちょっと自慢にできるお話ですね。そうですね、まあ、そういうこともありまして、まあ、これから、本格的に活動が始まると思われます。フードトックとかですね、はい、そういうところのやはり一つの基盤になる組織として、さらにこれを大きくしていかなくちゃいけないなと思って考えております。今概要をこういうふうにご説明いただきましたけども、実際のところはどんな食品を用いて研究が進められているのかというところは。そうですね、まあ、これまでですね、まあ、これまで2年ばかり行っておりますけれども、これまで16件のですね、人介入試験を行ってまいりました。その中でですね、はい、特に我々の中で試験の中でですね、はい、効果が非常に見られたという事例がありますので簡単にご紹介いたします。はい、この試験はですね、これちょっと英語で大変恐縮なんですけども、はい、ここにありますライチですね、このライチのいわゆる皮の部分にですね、ポリフェノールがかなり含まれております。これを非常に吸収しやすい形のですね、に加工したオリゴノールというのがございまして、まあ、ポリフェノールが非常に我々にとって、まあ、非常に取りやすいようなそういう食品、これはまあ、アミノアップ化学さんのですね、商品でありますけれども、これが本当に健康にいいかどうかということでいろいろ、動物試験とかですね、行われておりましたけれども、本当に人でどうかという、まさに我々の人介入試験、付加価値がつくかどうかというですね、それが非常にポイントになるところなんですけども、特に腹部肥満ですね、内臓肥満と言われますけども、これは高血圧とかですね、糖尿病、それに非常に関わってくるところなんですけども、その腹部肥満を改善できるかという、こういう試験なんですね。はい、こういう試験なんですけども、特に方法、これもちょっとですね、本当に英語で申し訳ないんですけども、ここに書いてある、これ日本語で訳しますですね、二重盲検試験ということですね。これは食を取っている方、オリゴノールを取っている方がですね、いわゆる薬でいうと実薬と偽薬、本物と偽物を取ってですね、これは分からないような形で取ってもらってます。それをですね、分からない、私も実は責任担当医師と関わっておりますけど、私も分からない状態で、患者さんも、被験者も分からない、私も分からない状態で、まあ、ダブルブラインドと二重盲検というんですけども、まあ、そういうことをやることによって本当に効果があるかどうか、まあ、これが科学的な実証に結びつく、こういう一つの仕組みなんですけども、はい、こういう試験でやっております。はい、実際のですね、結果でありますけども、はい、まあ、これはこれもテーブルでちょっと見づらいんですけども、まあ、体重とかですね、身長に関係してくる BMI、まあ、ボディマスインデックスと言いますけども、これがどういうふうに変わっていくのかですね、この赤字の部分がちょうどオリゴノールが効果があった部分でありますけれども、このテーブルですとですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、BMI が改善するとかですね、あと身長、体重、身長ですね、あと腹部の、脂肪量がですね、良くなっておりますけれども、はい、これ簡単に絵の方が分かりやすいかと思いますので、はい、この右の方からですね、BMI、これは腹部のですね、いわゆる腹囲ですね、あとは腰の周り、あと、こちらの皮下脂肪ですね、内臓脂肪とありますけれども、この星印のついた方が、オリゴノールが効いたと、効果があったというものなんですけれども、ここで分かりますように、ほとんどのところですね、脂肪の体重の減少ですとか、脂肪の減少、よく非常に効果があったと
ということがあります。これも一つもう少し多分こちらの方が分かりやすいと思いますけども、はい、だんだん分かりやすくなってくるんですね。はいはい、あの腹部肥満に関してはですね、はい、あの CT 検査というね、皆さんよくあの病院で聞いたことあると思いますけども、まあ、お腹を輪切りにした状態でありますけども、はい、おへその周りですね、これ1例目2例目2つの例でやっておりますけども、はい、右側の2つの例がこれが、オリゴ濃度を取る摂取する前ですね、はい、これ10週間飲んでもらってますけども、これが10週間取っていただくとですね、これは実は腹部肥満 の表すこの赤い部分ですね、ここの部分がいわゆる内臓脂肪になりますけども、はい、これ数値でちょっと見えづらいかもしれませんけども、これ面積でいうとですね、だいたい103平方センチメートルありますけども、はい、10週取りますとこれが72まで下がるというね、赤いのが減ってますもんね。そうですね、3割程度上がるということで、まあ、これ特徴的な絵を示しておりますけれども、この全体的にですね、はい、やはりその統計学的に優位という言葉を使いますけれども、これは20名規模30名規模でやってもですね、こういうのが優位に内臓脂肪が下がるということが分かってまいりました。もう一つですね、はい、あのこれは別の機会でまた設けた試験でありますけれども、最初の方であの、まあ、脂肪肝というね、肝臓に脂肪がたまるという、こういうことをお話しましたけれども、はい、まあ、オリゴノールはですね、これにつきましても12週間摂取することによって、ここの赤い線がございますけれども、12週間摂取すると内臓のですね、脂肪の量がこうぐっと下がっていくと、ね、こういうこと。一方その、オリゴノールでない方のですね、ものに関してはほとんど変わらないということでございますので、まあ、こういうことからも、オリゴノールを摂取することによって脂肪肝の改善が見られたという、まあ、こういう結果が得られております。まあ、あのこういうのもですね、やはり我々の中で結果をどうするのかということがありますけれども、まあ、臨床試験というのはですね、まあ、最終的にはこれを、まあ、いわゆる科学的なエビデンスを外に向かって発信しなくちゃいけないということがございますので、我々は大学等ではですね、こういう形で一つ の出し方といたしまして、まあ、こういう論文化をするというのがあります。はい、まあ、これは論文化をして、これはまあ英語の論文なんですけども、今私が皆さんに紹介いたしました腹部肥満の改善がまあオリゴノールによって得られると、有効性があるということですね、こういう形で論文化をしております。まあ、それ以外にもですね、学会とそういうところで我々のこういう成果をですね、今発表しているところでございます。こういう実際のデータがありますと心強いですし、また市民皆さんがそうやって参加していただいているわけで、いろんな根拠ですとかそういったデータというのも取りやすいでしょうね。そうですね、うん、まあ、こういうふうにあの食の持つ不思議さというか未知な点をまあ科学的に解明して、それをあの人でどういうように聞くかっていうのは非常に大変ですけども重要なことですし、あの今後ますますされるべきことだと思いますね。そうですね。さて、西平先生、去年そのちょっとお話ありましたけども、北海道フードコンプレックスという国際戦略総合特区ですか、こちら認定されましたけども、はい、あのこれはどういうものなんでしょうか。あのそうですね、あのこれもあのバイオエースの事業とですね、かなりこうあの重なったところがございますけども、特に北海道は、食の宝庫であるということで、札幌江別地区が一つ、あと函館のいわゆるマリンバイオと呼ばれる水産物ですね、はい、あと十勝を中心にした、農産物、その3つの地域をですね、一つの拠点といたしまして、北海道フードコンプレックス、まあ、HFC というふうに呼ばれますけれども、はい、まあ、これが今年の1月に認定されまして、本格的にまた4月から始まっているというところでございます。まあ、これもですね、まあ、3つの地域がございますけれども、まあ、これも今紹介いたしましたバイオエースの流れから紹介いたしますと、我々の方では食健康情報っていうね、こういう形でやっておりますけど、特にフードコンプレックスのですね、札幌江別地区というのは地の拠点ということで、まあ、生産量、水産物の水産あのに関しましてはですね、これはあの、函館、農産物は十勝、ということでかなり生産量が多いんですけども、こちらの方の札幌地区はですね、やはりそういう情報をきちっと集積をして情報を世界に発信するという機能を持っております。まあ、これはここに書かれたものでありまして、バイオエースの後継がここにあります地域イノベーションプログラムというのがございます。
それにプラス最後の方にですね、こういう成果を地域の経済に生かしていこうということで、北海道フードコンプレックスということで、こういうことで、まあ、いわゆるオール北海道でですね、今我々が取り組んでいますような仕組みを、まあ、国内だけではなくて韓国中国を中心にしました東アジア、あとはインド中国ですね、インドとかですね、あとオセアニア、そういうところにも発展させて、まあ、最終的にはこのいわゆる特区を活用したする形で北海道の食材を海外に展開していくということ、まあ、これによって、まあ、この地域のいわゆる食のですね、科学的なそういう仕組みも向上いたしますし、まあ、最終的には特にその経済的な効果、これはまあ、道経連の試算ですと、まあ、1300億円のですね、経済効果をまあ5年間でもたらすという、そういうふうな取り組みになっております。へー、フードコンプレックス その認定を受けたことで、先生は研究が非常にこうしやすくなるといいますか、幅が広がるといいますか、そういう効果が出てくるんですか？そうですね、もちろんトックですので、はい、何らか その法的なですね、緩和だとか、うん、そういうのももちろんありますけれども、やはり北海道のですね、フードコンプレックスということで、この地域は食を中心にしたいわゆる経済の発展、あるいは学術的な発展ということがですね、これは国が、ね、認定したわけですので、まあ、この地域の、まあ、食に関するいわゆるモチベーションというのもかなり上がってまいりますし、はい、まあ、そういうことを実績を積むことによって、まあ、それの 食関連のですね、周りにとってもいわゆる、研究の基盤というのがですね、ますます、まあ、充実していくんではないかというふうに、期待しております。そうなんですね。さて、山崎先生、全体通してご感想いかがですか？はい、やはりこういう食の健康科学というものをですね、まあ、地域の健康向上に役立てていくというのは、これはもう非常に重要な取り組みだと思いますし、うん、まあ、まさに西平先生の力が大変大きいからだと思いますけども、ますます発展していくことを期待したいと思ってま す, そうです、ね。じゃあ西平先生、最後にお聞きしたいんですけども、最終的に目指すところというものはどういうところなんでしょうか？そうですね、まあ、これまでのところですね、まあ、私の考えているところはほとんど申し上げたつもりなんですけども、まあ、この地域ではですね、やはりその食ということで我々は取り組んでおりますけども、やはり我々の当初の目的である、いわゆるグローバルフードバレーということですね、はい、まあ、この地域が食の通したいわゆるブランド化された地域にですね、なってくれると、私にとっては非常に我々の夢とするところでありますので、ぜひとも実現したいなというふうに考えております。よく分かりました。分かりやすいお話、本当にありがとうございます。西平先生、どうぞ最後までですね、はい、こちらの番組にお付き合いいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、続いてはアミンアップ化学の中身を知っていただこうというコーナーです。前回は中枢ともいえる研究室をご紹介したんですけども、前回そちらの方でも紹介しましたけども、アスパラを使った新しい製品の開発も今現在こちらで進んでいるということで、そちらも楽しみですね。そうですね、まあ、私たちの体は免疫系、ホルモン系、神経系っていう大きな系があるんですが、アスパラは神経系と接点がある、まあ、高ストレス効果ですね、うん、そういうものが期待されている非常に有望なものだと思ってます。はい、ただ食べるだけでも本当にアスパラは美味しいんですけどもね、そういった健康にいいところもあるということで、こちらも楽しみです。さあ、それではですね、今回はアミナップ化学の代名詞ともいえます HCC の製造ラインの方をご紹介したいと思います。さあ、今日私はこんな格好をしてまして、まるで白熊みたいですけども、今日はアミナップ化学の製造ラインをご紹介していきます。ご案内していただくのは製造室室長の藤井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤井さんは日常どんなお仕事をされているんですか？はい、HCC をはじめとしまして、研究室で開発された製品を、こちらの工場で生産しております。もうこのタンクの大きさ、はい、こちらのタンクはすべて HCC の培養タンクです。私の背丈だと5、6人ぐらい詰まされるでしょうか？そうですね、だいたい7、8メーターはありますので。何が入ってるんですか？
これは HCC を今培養しているところで、はい、中には短子菌というものが入っています。短子菌、はい、キノコの仲間なんですけども、はい、普通の形とはちょっと違うキノコです。あ、すごい、あのパッと見ラッキョウの醤油漬けに見えたんですけど、はい、よく見るとあのプツ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 ってこうウニみたいな、ウニをちっちゃくしたようなものが入ってますね。ちょうどキノコの足の部分、根の部分を、はい、液体で培養するとこういう形になります。これはこの中に入るんですか？はい、この中いっぱいにこれが入っています。このタンクに入る前にこのような小さな瓶からスタートして、はい、最終的に HCC の製品ができるまでにはだいたい2ヶ月ぐらいかかります。なんかすごくエコな取り組みをされてるんですよね。はい、なるべく、無駄なものをなくすということで CO2 50% 削減を目指して、例えばですね、空調もスポット的な空調を使用したり、工場で発生した排熱も回収して再利用しております。タンクの上に来ました。はい、これ実際にこのタンクの中っていうのは見ることができるんですか？はい、この蓋に覗き窓がありますので、はい、タンクの中を見ることができます。すごい泡がいっぱいで、あ、かき混ぜてるんですか？これ。そうです、攪拌しながら育てているので、上はちょっと泡で、よく見えませんけども、はい、中は先ほどご覧いただいた短子菌がいっぱいになっています。でこれが先ほどお話しした、はい、あ、これが、はい、はい、あ、動いてますね、はい、あ、これもしかして今藤井さんの。そうです、これでちょうどいい位置に。あ、涼しい、はい、あー気持ちいい。あ、これは快適に作業できますね。はい、おお、藤井さん、なんかオーブンみたいな、冷蔵庫みたいなものがドンとありますけど、液体の HCC を粉にする機械です。凍結乾燥機といいます。中に、はい、お盆のようなものがあると思うんですけども、ありますあります、そこに液体の HCC の濃縮液を注ぎます。その後に、はい、この機械で冷凍して、はい、中を真空にしてゆっくり加熱していくと、はい、水分だけ飛んで液体から固体になります。何日間ぐらい入れるんですか？この中に、液体を仕込んでから出来上がるまでに4日間かかります。はい、あ、4日間、はい、へー、先ほどの大きなタンクの中から出来上がったものをここに入れて。そうです、4日間。はい、へー、あのフリーズドライの後の工程はどういうふうになっていくんですか？はい、HCC 以外の副原料等を加えて、蒸留という工程で、はい、粒にします、はい、そして粒になった製品を、分包を加工してお客様のもとにお届けしています。へー、もう本当にいろんな工程を見せていただいて、もうスケールも大きいですし、どれも見たことのないものばっかりだったので、はい、すごく興味深く拝見したんですけども、まあ本当に今ここに来て思うのは、一つ一つの工程で全部一回一回着替えて手を洗って、あの埃をね取って風当たって、これが一回だけじゃなくてもう全ての工程でやるんですよね。はい、各エリアで、レベル分けをしておりまして、例えば先ほどご覧いただいたタンクのある部屋、ここは、短子菌を培養しておりますので菌が汚染されないように、そして、最後にご覧いただいた、FD の設備、凍結乾燥の設備ですけども、こちらは、製品が直接、あそこの部屋を通りますので、製品が汚染されないように、一番レベルの高い部屋になっています。空気中の、塵の数もコントロールしておりまして、病院で言えば手術室のような環境ですね。そこまで徹底して使っていただくお客様に、まず、役に立ちたいということと、それから、使っていただく上で、安心して、使っていただけるように、細心の注意を払って、生産しております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、私も初めて工場の中に入らせていただいたんですけども、まあ、本当にそれぞれ一つ一つ衛生管理がしっかりしているのと、もう本当にオペ室並みにその管理がされているということにすごい驚いたし、またすごい迫力もあったんですけども、山崎先生はもちろん工場の方はご覧になったことありますよね。はい、いかがですか？もう最先端の規格で作られておりますし、まあ、今アミノプさんを見てるとですね、
まあ、日本の今社会っていうのは長いデフレで停滞してますけども、うん、まあ、アミナップさんのああいう装置工場を見てますと、まあ、非常に力強いかつての日本の成長期のような感じを受けております。本当ですよね。西良先生はどうですか。そうですね、まあ、本当に今山崎先生おっしゃったようにですね、今日 の, ビデオを見せていただきまして非常に元気が出てきたんだというふうにします特にですね、我々はこういういわゆる実験系ということ ですね、いわゆるその大学の実験室とかですね、そういう規模での実験が多いんですけども、まあ、今回のようにですね、ああいうその大規模な、まあ、工場レベルでのですね、製造過程ってなかなか見る機会ございませんので、非常に参考になりまして、特に札幌でですね、こんなに大規模にですねやってることはですね、なかなか皆さん想像できないんじゃないかなと思いますけども、そういう形で特にその機能性食品ということで、これからまあ発展する分野でありますので、まあ、こういう基盤になるですね産業が一つでも札幌にあるということは非常に私心強いというふうに感じました。はい、そうですよね。いろんな研究をされてそれが現実になるのが今拝見しました工場ですもんね。さあ続いては最新の学会そしてイベント情報を紹介するコーナーです。はい、それではどうぞ。報告していただきますのは研究部学術開発室の若目浩二さんに報告をしていただけます、いただきます。若目さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ今日は、どんなご紹介をしていただけるんでしょうか。はい、前回の放映からですねまたいくつか新しい話題が出てきました。はい、これについてのご案内をさせていただきたいと思います。全部で今日は5つの話題があるんですけれども、はい、上から簡単にご紹介しますと日本薬学会、あとその次には日本衛生学会、そして日本栄養食料学会、そして海外に行きましてヨーロッパ AHEC 研究会、カリフォルニア大学コスナ基金レクチャー、この5つのご紹介を簡単にさせていただきたいと思います。はい、じゃあまずは日本薬学会第132年会の方からのお知らせですね。はい、でこの日本薬学会は、こちらにいらっしゃいます帝京大学のグループが発表されました。山崎先生の名前もここにあると思うんですけれども、はい、そしてですねオリゴノールを使った動物実験なんですけれども、はい、まあ、最近目に良いサプリメントっていうのがよく出てると思います。例えばブルーベリーですとか、はい、で、まあ、オリゴノールも同じポリフェノールですから、まあ、同じような作用があるんではないかっていう視点で研究されたと思いますけれども、網膜変性症という、まあ、一種の目の病気があるんですけれども、はい、まあ、こういった動物に対して、まあ、オリゴノールを飲ませてどうなるかという、まあ、そういった研究でありました。どういう研究なんですか。はい、具体的にはですね、はい、その網膜、目の中の細胞を傷つけてそして目が悪くなってしまう 病気のネズミがいるんですけれども、はい、そのネズミをちょっとかわいそうなんですがこういった板の上に乗せまして、はい、でオリゴノールを飲んでいるグループと飲んでいないグループに分けて、はい、そしてどのくらいの時間この板の上でこう歩くことができるか、まあ、そういった実験が行われました。はい、はい、こういう有効なデータも出たんですね。はい、で結果なんですけれども、はい、これは実際目の写真ですね。はい、はい、で、オリゴノールを飲んでいるグループと飲んでいないグループでこの厚みがちょっと違うのが分かると思うんですけども、はい、この厚みというのは実は少し下に行っていただきまして、まあ、これが目全体なんですがこの網膜という部分のですね、はい、細胞の厚みを示します。はい、で病気のネズミはこの厚みがずっと小さくなるんですけども、はい、AHEC を飲ませておくと、まあ、そういった厚みが小さくなるのを抑える、まあ、つまり目の網膜を保護するという、はい、まあ、こういった結果が出たようであります。へえ、これは山崎先生が研究されてる結果ですよね。はい、どうですかその研究をしている中どれぐらいの時間かけて研究されてきたんですか。これはまだ1
1年半2年くらいなんですけども、まあ、この網膜色素変性症というのは網膜の細胞がどんどん死んでしまって失明してしまうっていう、現在失明原因の3番目でもあるんですが、治療法がないっていうことでも大変な病気なんですね。治療法がないんですか？はい、ないんですね。でそういう中でオリゴノールを飲ませるっていう実験動物でやりましたら、はい、効果があったということで学会で発表したわけです。それは治療法がない、今までないっていうことはすごく有意義な研究、はい、そしてその成果ですよね、すごく心強い結果が出ましたね。はい、はい、次に、はい、では続いてお願いいたします。はい、で続けてなんですけれども、日本衛生学会、日本栄養食料学会という2つの学会がありましたけれども、はい、非常にその発表数が多いので、まあ、今回は日本栄養食料学会の方を簡単にご紹介させていただきます。はい、で全部で、アミナップ化学の素材に関して5つの発表がありました。で大学はお茶の水女子大学、富士女子大学、京都府立医大学などからの発表です。すごいですね、たくさん。はい、そして、テーマはですね、シソですとかオリゴノールですとか AHC、 さまざまな素材についての発表がなされました。はい、でこの中で特にシソに関しましては、これも山崎先生のご研究のテーマなんですけれども、抗アレルギー作用ですね、アトピーですとか、そういった関係の研究発表、それとあとオリゴノールに関しましては主に糖尿病に関する研究発表がなされました。でいずれもこれらはマクロファージという白血球が関係しているんじゃないかとか、そういった具体的な説明もなされておりました。そのオリゴノールって今たくさん出てきてますけども、はい、改めてそのオリゴノールというのはどういうものなのかっていうちょっと説明をしていただけますでしょうか。はい、先ほどからオリゴノールということを何度か言葉使っておりますけれども、はい、こちら皆さん見たことあると思いますが、この赤い果物ですね、ライチですね。はい、大好きです。はい、このライチから取ったポリフェノールなんですが、はい、このポリフェノールの特徴として、細かくしまして吸収されやすくしました。はい、でこれはアミナップ化学独自の技術によって、低分子化というんですけども、ポリフェノールを低分子化して細かくしたものです。でこれを飲むことによって体の中でさまざまな効果を発揮する。で実際に粉末も持ってきたんですけども、こういった形で、ちょっと赤っぽい茶色っぽい感じのですね、はい、粉末、これが、ライチの低分子化したポリフェノールになります。へえ、これライチ何個分ぐらいなんですか？なかなかそういった計算はそうですよね、はい、難しいかと思いますが、素人的な質問でシソの方のねお話もありましたけども、いかがですか？アミノプさんがいろいろな食材を使って研究されているうちの一つなんですが、私昔からシソの研究もやっておりまして、はい、抗アレルギー作用があるということで、薬とは違ったマイルドな効き方ということで研究してそれを応用しています。マイルドな効き方ということは、こう人体に優しい効き方、ね、ということですね。はい、そうですか。今オリゴノールのお話もありましたので、そのオリゴノールも使っていろいろ研究もされていると先ほどお話伺いましたので、西浦先生にもお伺いしてみたいんですけども。はい、そうですね、オリゴノールにつきましてはですね、先ほど若菜さんの方もご紹介ありましたけれども、ポリフェノールはですね、いろいろな食材に含まれてますけども、なかなかその高分子という、ね、分子が大きいということで、吸収されづらいということがございますけれども、今回はこういう形で非常に吸収されやすい形で、低分子化をされてますので、これにつきましてはなかなかポリフェノールを十分取れないような環境でもですね、気軽に取れるということで、これはいくつか学会の発表もございましたけれども、抗酸化作用とかですね、免疫とか、いわゆる我々の、体にダメージを与えるようなそういうものをですね、全部消去してしまうっていうんですかね、そういうのを悪いものから、いわゆる無害のものにですね変えてしまうっていう、そういう効果もありますので、今後とも、こういう、我々も実際にやっておりますけども、進めていきたいと思いますし、興味深いのは、そういういわゆるポリフェノールが
私の方で先ほど紹介しました肥満に効果があるとかですね、うんうんうん、そういう効果もありますので、ますますそのいわゆる、我々の健康にいい食品の一つとしてですね、ますます研究が進められることをですね、本当に期待しております。そうですね。そしてもう一つですね、私たちの目の前にありますこちらの飲み物もオリゴノールウォーターですね。こちらにも入ってるんですよね。はい、この粉末が 100mg 一本の中に入ってます。へえ、美味しいです。はい、すごい美味しいんですよこの飲み物もね。はい、さあオリゴノールには本当にいろんな効果があるんだということが分かってきました。ということで、じゃあ続いてのご報告をいただきましょうか。はい、4番目のご報告なんですけれども、はい、こちらになります。ヨーロッパ AHCC 研究会第1回というのがちょうど先週なんですけれども、スイスのジュネーブで行われました。はい、で私どもは日本国内では AHCC 研究会、まあ、約20年ぐらいの歴史があるんですけれども、この研究会が今世界各国で活発に行われておりまして、まあ、中国、アメリカ、そしてヨーロッパという形で AHCC を研究する専門の先生方が集まってですね、さまざまな発表会を行っております。今回は3人の先生、ポーランド、イタリア、スペインからお招きしまして AHCC に関する研究発表を行っていただきました。これ VTR があるんですね。そうですね、はい、はい、じゃあ見ていただきましょう。では初めてのこういった、そうですね、はい、一口に AHCC の研究といいましてもさまざまな研究の角度がありまして、まあ、主に免疫なんですが、まあ、動物実験ですとか人の試験ですとか、まあ、いろいろな、モデルを使った試験を行わなければなりません。はい、で免疫に限らずその腸内環境ですとかそれ以外のいろいろな病気に対して効果があるかといったような検証試験も今後行われていくと思います。山崎先生はずっと当初の頃から関わってらっしゃって、まあ、こうして少しずつこう、まあ、どんどん幅が広がっていくわけですよね。研究会の幅が全員、まあ、ヨーロッパで第1回また行われたというこの感想はいかがですか。そうですね、少しずつ、まあ、ワールドワイドに広がっていくというのは非常に、うん、重要なことだと思いますし、うん、またそこで見つかったことが、まあ、フィードバックされてこちらにいろいろな情報が得られるということで、うん、とても期待しています。そうですよね、研究してくれる方々がまた増えるということですね。そうですね、はい、じゃあ若梅さん続いてのご報告いただいてもいいですか。はい、はい、最後の話題になります。はい、こちらになります。
まあ、英語なんですけれども、カリフォルニア大学でちょうど今週行われておりますコスナ基金レクチャーというのが開催されました。はい。でこれはですね、カリフォルニア大学デイビス校の栄養学部にある基金が設立されまして、まあ、コスナ基金、コスナファンドと言っておりますけれども、そのコスナというのは当社アミナップ科学の会長のコスナさんの名字なんですが、2005年度からですね、栄養に関する研究ですとか教育、そして講演会などを積極的に行うために設けられた基金です。で実際に毎年ですね、数名の学生さんがこれらから奨学金をもらったりですとか、そういったこともしております。で今年はですね、はい、NIH という、まあ、アメリカでいう厚生労働省の、はい、サプリメント健康食品の部会の責任を持っておられる先生が来られまして、貴重なご講演をいただくことができました。へー、アメリカ政府の関係ということで、はい、公的な、ね、ところからの講師を迎えされているということですよね。はい、大きな機能、はい、大きな機能ですね、板がありますが、ここにも、はい、健一コスナと書いてありまして、はい、コスナレクチャーのメモリアルとなるような板なんですが、はい、この下の方ちょっと注目していきますと、いくつかのプレートが貼ってあるんですが、このプレートというのは歴代ですね、毎年毎年このコスナレクチャーで講演をしていただいた先生の名前が貼ってあるんですね。ですから今まで7回講演があって、はい、7名の著名な世界の著名な先生がここで講演をされましたと。で今回ここにその NIH の先生の名前が載る予定であります。今まさに行われている最中なんですね。そうですね、はい、ちょうど行われております。で実はこの中に日本の先生の名前がありまして、大阪大学の伊藤先生という先生ですね、はい、この先生は大阪大学でサプリメントですとか補完代替医療の研究をされております。まあ、非常に著名な先生なんですけども、はい、日本の先生もこちらの方で招聘されて講演会を行うことができました。前回インタビューさせていただきました先生ですね。そうですね、はい、はい、へえ、そうですか、すごいですね。このここに名前が載るっていうことはまたなんかこう嬉しくなりそうですね、そうですね、先生にとってもね。いや、素晴らしい取り組みですよね。西浦先生どう思いますか？そうですね、まあ、先ほどからまあ、アミナップのですね、まあ、ヨーロッパの研究会の発足ですとか、まあ、今のそのコスナ基金ですね、まあ、これ UC デイビスカリフォルニアですけども、まあ、まさに我々が今取り組み始めましたいわゆる国際フードトックですね、まあ、それのいわゆる先駆けとなるような非常にまあ活発な活動じゃないかというふうに、非常に、そういう印象を持ちました。特にコスナ会長の方はですね、まあ、国際フードにつきましてもですね、非常に関心が高く、まあ、北海道の中でですね、まあ、リーダーとして非常にご活躍されてますので、まあ、こういう国際経験をですね、アミノアップで、まあ、いろんな形で経験されたものを、まあ、できれば我々 のやっておりますフードトックの中にも十分生かしていただければというふうに、うん、今非常にそういう印象を持ちました。非常に期待しております。そして最後に若宮さん告知があるんですね。はい、次回のですね、はい、国際学会のご紹介なんですけれども、はい、ここにですね、第20回統合医療機能性食品国際会議、まあ、ちょっと長い名前なんですが、はい、書いてありまして、まあ、英語で略して ICNIM イクニムと呼んでおります。でこちらもともとですね、日本の AHCC 研究会が前身になりまして、数年前に名前を改変させていただきました。で毎年約300名ぐらいの学者さん、お医者さんが集まりまして、世界、まあ、十数カ国のですね、方々の来場がございます。で主に AHCC の研究の発表もされるんですけども、必ずですね、基調講演ということで、こちらも世界の著名な先生をお招きして、講演会を行っていただいております。今年は大阪大学の明志蔵先生、まあ、この先生から自然免疫の最新の進歩というテーマでのお話をいただく予定になっております。
今年で20回目ということですよね、はい、初回の頃から第1回目から山崎先生は関わっていらっしゃって現在座長も務められているということですけども、どうですか、その初回の時からこの20回変化というのは。そうですね、大変大きく変わりました。そうですか。第1回目は確か会社の会議室でとっても少人数でやってたんですが、まあ、今やホテルの大会議場で外国からもたくさん参加者が来てるっていう素晴らしい会になったと思います、うん、でも初回から関わっていらっしゃったらそのやっぱり国際的になっていくその変化とかそういったものの実感なんか楽しいというか頼もしい思いもあるんじゃないですか、とってもいろんな私たちも知らないこともたくさんどんどんいろんな情報も入ってきますし、うん、とても素晴らしい会議の歴史だったと思います。うん、西平先生もご参加されてるんですよね。私はもうこの会議にはですね山崎先生と対照的でまだ歴史は長くないんですけど私はもうこの会がすでに盛り上がった時から参加してるんですけども非常に本当に外国の先生も多くてですね非常に刺激になるようなそういう会でして、まあ、特に一つのですね、いわゆるアミノアップ科学が中心になってこれだけのいわゆる世界的なもう会議がね札幌で行われて本当に今素晴らしいなと思いますし我々も本当にこれからもしっかりとですねこの地域にあるこういう、貴重なですねこの学術の会議というのをですね、まあ、サポートしなくちゃいけないかなというふうには考えております。はい、ありがとうございます。さあ若見さん以上となりますね。はい、ここね、はい、まあ、さあ、あっという間にですね今回もエンディングとなってしまいましたけどもここでやっぱり一言ずつ恒例の先生方から一言ずついただきたいと思います。まずは山崎先生今回いかがでしたでしょうか。はい、まだ顔がこわばってるんですけども今日は西平先生をお迎えして大変貴重なお話を伺えて大変楽しかったです。はい、ありがとうございました。西平先生初めてのご登場でしたけども、はい、本当にこういう機会を設けていただきまして特に我々の取り組んでおります国際フード特区ですねそれを皆さんに知っていただくいい機会になったと思います。どうも大変ありがとうございました。ありがとうございました。若見さんいかがでしたか。はい、次回は7月ということでちょうど先ほどご案内しました国際会議のその後ですのでさまざまな話題が提供できるんじゃないかと思っています。そうですね、楽しみにしています。さあ、そしてですね最後に冒頭でもお伝えしました安田寛さんのですね作品をちょっとご紹介させていただこうかなと思うんですけどもちょっと写真があるんです。まずこちら、こちらはですね妙務という作品なんですね。こちら札幌駅にありますので皆さんもご覧いただいた方はいらっしゃるかもしれませんけどもこのミニチュア版が去年北海道マラソンの完走された選手たちに完走メダルということでプレゼントされたそうです。もう一つご紹介しましょう。あと3つぐらいあるんですけども、はい、こちらがですね札幌の創生川沿いに設置されてるんですね。セイタンという作品です。絵になりますよね。この丸いところが本当にツルツルしてて私は触るのが大好きなんですけども、はい、なんか先生手伝いいただいてありがとうございますさあそしてこちらが天日という、はい、山崎先生いかがですか。この曲線が非常にいいですね。そうなんですよね、いろいろな曲線がありまして大理石でとてもね硬いものなんですけど柔らかく見えるのが不思議ですよね。ちょっともう一つご紹介させてください。あ、先生ありがとうございますはい、こちらです。こちらが聖望という作品。隣に映ってるのはテレビ塔ですね。かっこいいですね。はい、こうした街に溶け込むような形で作品が展示されています。まあ、創生川沿いにもたくさんありますしJR の駅構内にもありますしぜひ札幌にもしお越しになることがありましたらこういった
作品も一つ楽しみながら観光していただけると、なんか札幌市民としてもちょっと嬉しいかなと思います。それではアミニアップチャンネル、今回はこの辺でお別れとなります。次回は7月24日火曜日の午後3時から。先ほどもご紹介ありましたけども、20回目を迎える統合医療機能性食品国際会議の直後ということで、特別番組でお送りしたいと思います。海外からのゲストもご登場しますのでお楽しみに。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。さようなら。